皆さんこんにちは。教えて今枝先生の時間です。衆議院議員の今枝総一郎です。今日は自動運転レベル4について解説をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。自動運転レベル4ですか？レベル4ってなんかゲームみたいですね。自動運転は分かりますけど、何なんですかレベルって？今枝先生教えてください。ではまず自動運転のレベル分けから説明をしていきましょう。自動運転のレベル分けについては、アメリカの自動車技術会が示した定義が日本を含む世界においての主流になっていて、日本の政府や省庁でもその日本語訳を用いています。この自動運転のレベルの定義は、自動車側システムが運転タスクを実施する程度によってレベル0からレベル5まで6段階で分類されています。一つずつ解説していくと、レベル0は自動運転なし、運転者が全ての運転タスクを実施する、つまり普通の運転です。レベル1は運転支援です。システムが前方の車両との車間距離を維持したり、車線を維持したりするなどの運転タスクを支援する。レベル2は部分運転自動化です。システムが車線変更や追い越しなどの運転タスクを実施する。ただし、運転手はシステムの監視をして、必要に応じて介入する必要があるという定義です。ここら辺のレベルの自動車には乗ったことがあるという人もいるかもしれませんね。レベル3は条件付き運転自動化です。システムが全ての運転タスクを実施する。ただし、運転手はシステムの操作を監視して、システムが対応できない状況に発生した場合に備えて、すぐに運転は再開できるように準備をする必要があるといった定義。そして今回のキーワードとして取り上げるレベル4は、高度運転自動化といい、システムが全ての運転タスクを実施し、運転手は運転操作から解放される。ただし、システムが対応できない状況が発生した場合、運転手は運転を再開できるように準備する必要があるという定義です。ちょっとレベル3と似ているなと思ったかもしれませんが、レベル4の特徴はレベル3と違って、緊急時にも運転手が対応せず、すべてシステム側が自動運転の主体として責任を持つことにあるんです。つまり、運転手は運転操作に参加することは想定されていないっていうことです。ただレベル4の定義は限定領域内での自動運転とされているため、領域外で走行する場合に備え、ハンドルやアクセルを搭載したタイプと、領域内のみを走行することに特化したタイプの2種類が想定されています。今回なんでレベル4についてお伝えしているかというと、今年の5月12日に福井県で日本で初めてこのレベル4の運転許可が下りた事例がニュースになったからなんです。いよいよレベル4を日本人の我々も体験できる日が来たということです。ちなみに、さらに上のレベルもあって、レベル5、レベル5は完全運転自動化といって、システムが全ての運転タスクを実施し、運転手は運転操作から解放される。またシステムは全ての状況に対応できるという定義で、まさに SF 映画のような世界のようだよね。なるほど。ゼロも含めると6段階まである自動運転レベルのうち、日本ではもうレベル4まで来ているってことなんですね。すごいです。その福井県の実例について詳しく聞かせてください。福井県の事例については、経済産業省と国土交通省が共同で進めてきた自動運転レベル4など先進モビリティサービス研究開発社会実装プロジェクトというプロジェクトで、永平寺町という山間部の町で自動運転移動サービスの実現に向けた実証実験を実施してきた中、今回福井県の公安委員会からも許可を取得して、5月下旬から全国で初めて公道で運転を始めることになったんです。許可を取得したのは、産業技術総合研究所が開発をした全ドライブパイロットレベル4という定員7人の車両で、時速12キロで走るモビリティです。12キロっていうと、頑張ってたら走って追い越せそうなほどゆっくりな速度ですね。一般の車両が乗り入れないおよそ2キロの専用の公道で、乗客を乗せて自動運転で走るサービスとして、5月21日から乗客を乗せて運行も開始しています。この事例からもわかるように、まだ高速で長い距離を自動運転レベル4でというわけにはいかないんです。
まずはゆっくりとしたスピードで短い距離の決まったルートの上を走るという段階から徐々に精度を上げていきます。12キロって正直私が走った方が早いかもですね。まだまだ技術的な課題はありそうですね。そうなんだよね。自動運転というと僕ら人間は何もしなくていいように感じるかもしれないけれど、実際のところ実証実験をしてみると手動介入が結構必要だったりするんです。例えば突発的に飛び出してくる歩行者や動物に対しては急ブレーキこそ自動で働いたとしても、そこから再度通常運転に戻すための操作が手動で必要だったり、同じルートの上を自動走行するという前提だとルート上の路上駐車なんかもプログラミングされていないイレギュラーな要素として手動での対応が必要になってきたり、まだまだいろんな場合があります。また福井県の例のように積雪が雪が多い地域なんかになってくると、センサーが誤作動したり道幅が雪で変化してしまってプログラミング通りに通れなくなってしまうなんてことも実際にあったそうです。技術的な課題もまだまだ多い自動運転だけど、経済産業省や国土交通省が中心となってその技術の進歩を後押ししています。また無人自動運転サービスの実現と普及だけにとどまらず、IoT や AI を活用した新しいモビリティサービス、MaaS という言い方もするんだけれども、その普及にも積極的です。ここについては今扱ってしまうと長くなってしまうので、また違う動画で解説することとしましょう。さらには先進モビリティサービスに関わる人材の確保と育成や、先進モビリティサービスに関わる社会需要性の醸成、つまりみんなに自動運転などの最新の技術を身近に感じてもらうための啓発や情報発信についても計画に含まれています。そして僕たち国会議員の役割でもありますが、レベル4の自動運転サービスをはじめとする AI などを活用した新しい技術の導入に伴う人とシステムとの間の関係者間の役割の変化を踏まえて、民事上の責任について整理を行っていくことで、これをやっていかなくちゃいけません。新しい技術に対応する形で道路交通法など関係する法律をアップデートしていかないといけないですよね。これからも私今枝総一郎が政治、経済、産業、新しいテクノロジー、医療といったさまざまなテーマで注目のキーワードについて解説をしていきたいと思います。よかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いいたします。それではまた。